どうも、やんです。今日はですね、相手をびっくりさせたいということについてお話しさせていただきたいと思います。この相手をびっくりさせたいっていうのは、僕のその素直な気持ちというか、えー、そういうところなんですけども、えー、今日ですね、今日の夜、今日水曜日と木曜日はですね、チートデーなんでですね、 あのお酒が飲めるんですねでお酒を飲むのが週2日なんでその2日のお酒の飲み方というかそれは思いっきりこう楽しみたいということでですねその楽しむためには一人飲みの場合はおつまみがこうしっかりとおいしいものを用意したりとかそれもお金をかけずにねそんなにねかけずに用意したりとかえすることが、えー、お酒を楽しめることなんですけども。 1、えー、一人飲みの場合はそうなんですけどもその1人飲みじゃない状態というか誰かと飲む場合っていうのがやっぱりお酒のその 楽しいこ部分ですよね、えー、その気の合う人というかそのお酒を一緒に飲みたいなと思う人とこう飲めることほんでそうやってしゃべることっていうのはすごい楽しいことなんですよね僕にとってはですけどもそれが特にね、えー、最近そのいろんなコロナのね影響でいろんなことがあるんでですねそういう人と会うっていうことがちょっとそう簡単にできる状況ではない状況でですね、えー、人と会う場合はですねやっぱりその えー、選ぶんですよね。そのこの人と飲みたいっていう人と飲むっていう形を取るほんでお,あのお店もちょっと行きにくい状態ですよね今居酒屋とか簡単にちょっと行きにくい状況なんで、あのー、家で飲むとそれもその差し飲みで飲むと。その人と差し飲みじゃないとあかんわけじゃないですけどもその。 僕の大好きな先輩とですね、えー、尊敬している先輩ですねと今日飲むんですけどもその差し飲みをするということでですねあのー、すごく楽しみ今日,今日の夜ですね、えー、すごく楽しみなんですけどもその先輩っていうのがまあ空手の方なんですけどもすごくねあのー、気遣いがすごいんですよ心遣いというかそういうのがすごい先輩でですねいっつもね、えー、びっくりさせられるとあっ ここういういとすごい自然にやらはんにゃと思ってこっちが「ありがとうございます」ってなってしまうんですよね。そので僕はそれをこう,こう受けてというかそれを経験させてもらってですねうわっあのむっちゃありがたいありがとうございますと思う気持ちと同時にですね やられたこ,うこんな気遣いまでされてしまった僕はやってないっていうことのその何て言うんかその悔しさまでいかないですけどああ俺あかんなちょっとその辺できてないなっていうところがありますね。でそういうところがあってですね今日その先輩と飲むということでですねあの あっちも心遣い気遣いの持ったある人なんでいろんなこう何かをしてきはるというところがあるんです前もですねえー、前はね7時に飲もうということをしててですねで家での家飲みなんですけどで待っててんです準備して待ってたらですねちょっと遅れて遅れてきはったんですね10分ぐらいねであ10分ぐらい遅れてきはったなと思ったらえー、餃子の王将のあの餃子をね えー、2人前ずつ自分の分2人前と僕の分2人前を買ってきてくれはったんですよ。でやっぱりそのお酒飲む時餃子王将の餃子むっちゃうまいっていうのこれ分かる人は分かると思うんですけどこれがもうなかなか合う,合うというかお酒となビールとかねそういうのにすごく合うもう最高の, <laughs> そのおつまみになっちゃうんですね。餃餃餃子子子のの僕大好好ききななんんででそそねれをスッとこう お酒を飲む時に合うやつとしてその差し入れというかそういうふうにおつまみとして持ってきてくれはってで他にもちょっとあったんですよねそのミックスナッツであったりとかですね、えー、そういうことをこうスッとこう買ってきあってで「えいいんすか?」みたいな「こんなん買ってきてくれはって言ってそんな当たり前にそれはもちろん食べてや」っていう感じで持ってきてくれはったという状態だったんですね。 でそ,れそういうのを受けたりとかですね、えー、とその休みの日にですね昼間にちょっと,、えー、とお話し,したいということでちょっと間が空いてたんでねほんであの会いましょうということで会ってほでちょっと待っててほでそで待ち合わせ場所に行って行ったらですね,、えー、とねパンとね飲み物を僕のために買っといてくれたはるんですよ。 ほんでですね、そのパンもねまたそのおいしいおいしいパンっていうか100円とかのパンじゃない状態ですねその手作りのパンでちょっとちょっとその100円以上の値段のするのもすぐ食べて分かったんですけどそういうほんであったかいんですねそういうパンと飲み物は僕がいつもコーヒー飲んでるからコーヒーちょっと言い荒いらすからって言ってちょっと違う飲み物を持ってきてくれはったんです。っていうような気遣いを普通にスッとしはるんですよ毎回。 えー、俺何もしてないやんと思ってうわこんなんされたやなと思ってですねもうありがたいと同時に自分もそういう風にしたいということで今日はですねそのさっき言ったテーマですね相手をびっくりさせたいということでですね今日は何をしようかなとどこまでできるかなとこっからどこまでできるまあおつまみとお酒とほんで冷蔵庫がその飲む部屋にちょっと置いてあるんでそれを使いながら何かこうちょっと考えようかなと。 いう,ふうに思ってますおつまみでちょっとこうやったらうまいっていうやり方があってですねそれはお客さんから教えてもらったんですけどもクリームチーズにですね塩昆布をのせてでそれを食べるとでこんなんね、えー、クリームチーズも安い200円ぐらいのもんと塩昆布も1袋100円ぐらいのそれを乗せて食べたそれうまいんですよねなんかその組み合わせがすごく美味しくてですねそのお客さんにむっちゃ あの感謝してるんですけどもそのお客様また色々教えてくれはるんでそのそれもねだから僕もなんか相手にこう、えー、もちろんねその施術でお返しはしているいるとは 思ってるんですけどもそれ以上に何かお返ししたい自分の知識であったりこういうことであるっていうことをこうお伝えしたいっていう気持ちがあるんですけどもそういうふうにちょっとこう相手をびっくりさせたいっていうのがあってですねほんで今日の飲む先輩もそういうクリームチーズの用意他の豆腐とかであといろいろ僕が教えてもらったそのハイボールの美味しいものを作ったりとかですねあすいませんあと何があるかなと思ってるんですけどその。 もちろんその着はる時には部屋は涼しくクーラーをかけとくとか、えー、部屋の掃除をするとかきれいに掃除をしとくとかそんなのは当たり前ですねほんでこういう話をしようというものをちょっとこう、えー、持っといたりとかですねそれぐらいはまあするんですけどで,できればねその先輩の気遣い心遣い超えたいなと思ってるんです。でそういうい、ね、だから 相手はそうういほんで僕ちょっと石山にねちょっとこう友達とかいるんですけどもその友達もねその僕がこう勝手にふらっと行くんですけどもそれもちょっとなんかねびっくりさせたいんですね。その 差し入れででびっくりさせたいいななという,ふうな、えー、気持ちがあるんですねそれ何やろうなと思ってるんですけどなかなか思いつかなくてですね、えー、その人もお店をやってたりしてるんでなんかねこう差し入れでこう面白いもんと、えー、例えばそのトイレットペーパーをねちょっとこう一袋買っていくとトイレットペーパーって 会って困るもんんじゃないと思うんで、えー、そういうものを差し入れしてみてですね相手がちょっと嫌がるようやったらもう1回でやめてしまうし喜んでくれたら毎回買いに買っていってもいいやろうしまあ500円ぐらいのもんねちょっと高めのトイレットペーパーを買ってですねそういうのを差し入れしたりとかいうことでですねそのそういう部分でね相手を僕はびっくりさせたいという気持ちがあるんですねで、それはね。 あの普段からその鍛えることができるんかなと鍛えるというかそういう、えー、そういう思考を持つようにするようにした方がいいかなと思ったりはしてます。例えば僕がジョギング機能とか機能いうかジョギングを週1回しててもですね今ってこうコロナの影響でいろいろみんなこう走っててこう息がこう,こうハーハーしてるんでこう激しくこう呼吸をしてるんでちょっと嫌がら 通る時嫌がらはる人がいるが人いで,です、ねえー、その時は僕マスクをするんですけどもそのマスクをするっていうことだけじゃなくちょっと離れるとかねその人より。 ギリギリまで離れてて走るようにして通り過ぎるとかですね。あとその車であったらですねその横断歩道があってそこを例えば左折するところに横断歩道があったとしたらですねその横断歩道をギリギリまで車を寄せて止まるんじゃなくてですねもっと手前で止まると歩く人とかは全然その車のその何て言うこう圧迫感みたいなのを感じずにねその通ることができるとか。 そういうことですねいろんなことでその気遣いを持つようにっていう意識をするようにするそうすることによって相手をびっくりさせることがこう思いつくことができるんかなと思っていろいろ今はやってますということでですね今日は相手をびっくりさせたいということについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます